2013年シドニーオペラハウスでのビビット、シドニー祭典の様子。プロジェクターによって建物に模様が投影されている。プロジェクションマッピングとは CG をプロジェクター等の映写機器を用い立体物に映像を投影する技術である。従来の映画のように平面スクリーンに映すものとの違いとして立体物に映像を貼り合わせることがプロジェクションマッピングの特徴である。 そのため映像は立体を意識して作られている。故に映画のような平面映像をただ建物に当てているものは厳密にはプロジェクションマッピングではない。日本ではプロジェクションマッピングという呼称が一般的であるが非常に多い雇用としてプロジェクトマッピングがある。プロジェクションマッピングの二つの言葉が合わさってできている言葉である。また欧米ではビデオマッピング マッピングプロジェクション、3D プロジェクションマッピング、3D マッピング、ビジュアルマッピングとも呼ばれており統一されていない。投影される対象は建築物だけで枠、靴、テーブルや椅子、額縁、広場、街そのもの、霧、空、湖、人体、部屋、塀、楽器、樹木など、地球上のほぼすべてのものが実質的に投影可能である。投影する映像は、 一般的な動画編集ソフトを使って、あらかじめ現場ごとに、専用の映像を作成する例と、専用のソフトウェアを使用する例がある。作成方法は図面などのデータから 3D で、モデリングをしたり、写真を撮影して補正したりしながら、パーツを作るという方法や、実際にプロジェクションをしながら、対象のパーツや位置取りを行う方法がある。制作ソフト例。 プロジェクションマッピングの歴史は古く、1960年代からあったと言われている。1969年には、アメリカのアナハイムにあるディズニーランドのホーオンテッドマンションで実用化されていた。そして、1970年代のライトショーなどを経ながら、1990年代には、研究者やアーティストの表現手法として多く使われていたが、当時はスライド映写装置を用いており、 光源の不足もあって、現在のように表現できなかった。高輝度のプロジェクターを使うようになり、屋外でもより明るく表現できるようになった2000年代から、プロジェクションマッピングや、ビデオマッピング、または、3D プロジェクションマッピングなどと呼ばれ出し、YouTube などで話題を集めるようになった。日本では1968年に、銀座のディスコ、キラー・ジョーズで、宮井陸郎のプロデュース、 空間設計は、早田康博であり、これが日本での商用利用の最初と思われる。この時は、コダックのカルーゼル式プロジェクターが使用された。インテリア空間は音に反応し、変化するプロジェクションのスクリーンを兼ねるシルバーテントが使用された。映像演出は、宮井陸郎が行った。海外で、プロジェクションマッピングが有名になったきっかけは、2008年の 北京オリンピックからと言われている。日本では2003年から始まった大阪港のルネサンスのウォールタペストリーや2006年に京都で行われたアーキテクチャープロジェクションなどがある。2009年5月音楽工業としては日本初となるプロジェクションマッピング演出による公演が赤坂ブリッツにおける水蓮のフローインファーベインズ 2.5D である。この模様は 月白フローインファーベインズ 2.5D として DVD 販売されている。2010年のライゾマティクスによるパフューム武道館ライブ演出でパフュームメンバーの動きと同期したマッピングが行われ最先端の表現技法として紹介されたことから一般層にこの技法が認知され日本国内の各業界にも衝撃を与えることになった。さらに2012年9月には JR 東京駅の丸の内駅舎で利用され、大型施設の壁面を用いて、プロジェクションマッピングを実施可能なことが、日本の一般層にも広く認知されるようになった。近年2010年代中盤に入り、オープンソースなソフトウェアフレームワークの整備と、PC、プロジェクタ、無線ネットワークなどの機材が昔に比べ個人でも入手しやすくなり、学校や個人宅における、 実施例も見られるようになった。一般的なプロジェクションマッピングが制作、投影されるまでの流れをここに記す。世界各地で長年開催されていたライトインスタレーションフェスティバルに2010年代以降、プロジェクションマッピングが個人でも作れるようになったこと、また巨大でわかりやすいという点から、新しくマッピング作品が加わる機会が増えてきた。あくまで、 ライトフェスティバルの一部として、マッピングが上映されるものから、マッピングオンリーのフェスティバルのイベントも生まれ始めた。また現在欧州で開催されることが多く、そのため夜の長焼きから冬から春にかけての開催が比較的多い。ありがとうございます。